チュ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 チでさ、なんかもう私もね、毎日晩ご飯も何作るかすっごい悩むので、何がいいって聞いても何でもいいとか言われるしさ、やっぱ晩ご飯って毎日作るものだから本当にね、結構考えるのめんどくさいんだよね。なので、できればやれたら1日から30日までのメニューをもう考えて、1日はこれ、2日はこれみたいな感じでやっていけたらいいなと思うんだけど、とりあえずまあ第1回目だし、本当に最後までできるかどうかちょっと自信もないから、とりあえず今日は我が家のよく作る晩ご飯を作ろうかなと思っています。第1回目は唐揚げがね、すごい人気なの。我が家の、私の唐揚げがね、すごい人気で、絶対味付け聞かれるんだよね。これどうやって作ってんの、味付け何ってすごい聞かれるから、我が家の唐揚げと、あとまあサラダとか副菜とかいろいろ作っていきたいなと思っております。ということで早速レッツゴー。うちはね、鶏もも肉を使います。ミッツェのね、鶏もも肉を買うことが多くて、唐揚げ使うのが片栗粉とコーンスターチを使います。で、そこにマキシマムとか、あともう塩は絶対これがいいよ。何の料理でも絶対美味しくなるから、私はもう絶対六助のこの塩を使うんだけど、あと刻みにんにく、刻み生姜を入れて、あとはもう醤油とごま油で卵かな、まあ、この辺を混ぜて作るんだけど、であとあのこのね、豆苗とタコのこのサラダ、これね、一回インスタグラムで載せたことがあるんだけど、これ塩昆布で作っていくんだけど、これのねレシピがすごい教えてほしいってすごい問い合わせてたので、まあその豆苗タコのサラダと、あと普通に味噌汁で、味噌さ、最近茅乃舎、私今めっちゃ流行ってるんだけど、この茅乃舎のお味噌がめっちゃ美味しくて、30割のね麹味噌も美味しかったんだけど、あのちょうどなくなったから今日は20割の味噌で味噌汁を作ろうかなと思っております。でもこの味噌が美味しいから、あの具材はシンプルに白菜と玉ねぎとかでいいかなって思ってるのと、あとちょっと明太子が余ってたから、まあ、これで卵焼きでも作ろうかなと思っております。ということで早速やっていきたいと思います。じゃあ、もう普段通りに作っていきたいと思うので、まずはお肉を切ります。普段はね、切ってあるやつを選ぶんだけど、今日は切ってない。で、お肉はもうジップロックに全部入れちゃいます。ジップロックに入れると、あのね、手が汚れないのと、唐揚げってちょっと作りすぎたら残っちゃったり、次の日のお弁当に入れたかったりするときに、このまま冷蔵庫に入れて保管できるから、私はいつもジップロックで作っちゃいます。で、卵そのままいくよ。私はもう一つ、量が多いので卵2個ぐらい、醤油はもう何でもいいんだけど、あとは私はね、結構マキシマム、お肉と相性がいいので結構入れます。あとごま油も適当に入れます。あと六助の塩、生姜も適当に。適当さすごくない？すごい。大丈夫。本当にね、適当なの。大体目分量。で、一回これで混ぜます。結構さ、みんな唐揚げ作るときに味染み込ませるために寝かせる人が多いと思う。私意外とね、寝かせないんだよね。そのまま揚げちゃうな。次は片栗粉入れます。あんまり多すぎるよりかはちょっと少ないぐらいの方が私はいいかなと思うんだけど、で、あのコーンスターチを片栗粉に対して3分の1ぐらいいつも入れてるんだよね。ちょっとね、あのカラッと仕上がるから。そしてまた、
はいはいはい。で今から味噌汁とかサラダとかを作っていくので、ちょっとこれはその間は置いておきます。お米にこだわりは特にないんですが、私が一番好きなお米がミルキークイーンっていうお米、知ってる？はいはい、わかります。我が家は結構ミルキークイーン率が高いです。はい、こんなもんかな。米ね、固めが好きなんだよね、みんな、うちの子たち。なるほど、うん、はい、では味噌汁作っていきます。玉ねぎももう丸ごと1個使っていく感じですか？あー、半分の時もあるけど、なんか日によるかな、切り方も日によって違うし。でもちょっとなんかちっちゃかったかも、1個やったら。大きな鍋にしようかな。これ、この鍋めっちゃいいよ。これマジで4人家族の人絶対買った方がいいと思うんだけど、このストーブの大きい鍋、揚げ物とか炒め物とかさ、毎日使ってんの。あと揚げ物の時は米油使ってます。はい、じゃあもうダイレクト玉ねぎだけでいいかも。白菜いらんかも、ワンパになった。どっちだけ出し入れとく。とりあえずこれでしばらく放置。卵焼き作ろうかな。はい、みんなもう唐揚げメインで食べるから4つが多いかな、うちでやるときは。で卵は出しよう、お水入れて、明太子余ってるから入れとこっか。贅沢に2個ぐらいいっちゃう。白だしもちょっと入れとこっかな。はい、白だし、はい、OK。 でこれはこれでステーキちょっと置いときます。あとお味噌汁にお味噌入れていきます。麹がさ、いっぱい入ってて甘いの、超まろやかなのこのお味噌。では豆苗切ります。ザザザザザ、水気を取ってあげて。なんか豆苗って結構さ、子供がさ飲み込みづらくてあんまり好きじゃなかったりするから、ちょっとなるべくちっちゃく切っています。なんかこのぐらい、このぐらいの短さで、うん。で、もう一回水気をしっかり取って、イン。で、塩昆布入れて、混ぜて、あとはね、タコ切って、ここに入れるだけ。めっちゃ簡単じゃない？めちゃくちゃ簡単ですね。あ、タコのカルパッチョも作ろうかな、ついでにね。いいですね。うん、はい、料理作ってる時がさ、意外と癒しの時間だったりするんだよ。そうなんですね。なんかもう何にも考えなくていいやん。ああ、もう黙々と料理を作っていくっていう。そう、意外とだからね、好きなんだよねこの時間も。今なんかちっちゃくぶつ切りみたいにしてんのと、あとカルパッチョ用にちょっと薄く切ってんのと2タイプ切ってます。はい、じゃあもうカルパッチョ先にやっちゃおう。じゃあここにごま油をかけます。結構ね、たっぷりいっちゃっていいと思います。盛りにしいきます。はい、一品完成です。これはもう切ってかけて終わりなので、1分ぐらいで作れるから、ぜひ皆さんやってみてください。はい、じゃあこれが、豆苗とタコのサラダ完成です。これも1分くらい、1分もかかってない、超早かったよね。早かったです。完成です。揚げてる間にね、冷めた料理をあんまり食べてほしい。
変だよね。出来たてがやっぱり一番おいしいから、そこは私料理しながらめっちゃ考えて作るんだよね。でちょっと塩はね先にもうここに振っておくの。ほら、見てごらんなさいよ。どうでしょう。綺麗にできてます。美味しそうでしょう。唐揚げ完成です。イエーイ。どうでしょう、うん、はい、卵焼き完成です。はい、ということで今回は唐揚げをメインにちょっと作ったんだけど、今回作ったのが、まあ、唐揚げじゃん。この豆苗のサラダでちょっとタコが余ったから、タコのカルパッチョ、トリンシーでごま油かけるだけでも簡単のカルパッチョと卵焼きと味噌汁、汁物と、結構ねいつもこんな感じで作ってるんだけど、まあどれもね簡単なんだよね。唐揚げだって3分ぐらいで作れたじゃん。サラダもカルパッチョもほんと1分ぐらいで作れちゃうし、全部ほんとに時短で簡単でもう一瞬で作れちゃう料理ばっかりなので、ぜひ皆さん真似してみてください。ということで早速今からちょっともうお腹空いたから食べていこうかなと思うんだけど、ぜひ皆さん残りの30日間も楽しみにしていてください。なるべくねバランスよく紹介していけたらいいなと思ってるから、まあ今回が1日目1日だったとしたら次2日だから、鶏もも以外のものを使ったパスタなのか魚なのかみたいな感じで紹介していけたらいいなと思ってるので、ぜひ参考にしてみてください。ということで今日はこの辺で、バイバーイ。